一郎さん、はい、いよいよ WBC が開幕します。そうだね、はい、で今回ですね、プロ野球スピリッツエースの WBC2006-2009 スカウト開催を記念して、この2006年大会そして2009年大会の選手、一郎さんとチームメートになった選手の方49名いらっしゃるんですけれども、うん、この中からですね、一郎さんのベストナインオーダーというのをですね、今回決めていただくと。なるね。前回イチローセレクション発表していただいて、非常にですね反響を呼び、たくさんの方にご覧いただいて好評だったんですが、まあ今回はその中でまあ WBC に絞ってということなんですけど、どうですか、今改めてこの選手たち見て思い出します？もちろん、ただ地味なのもいるね。まあそうですよね。だってもう何せ14年前と最初はもう17年前ですからね。いやー、ここあーそうか、黒田はいないんだ。そうなんだ。途中で離脱しちゃ、あの打球当てて、はい、これは悩ましいね。そうですね。で、まあ、投手3人選んでいただいて、はい、それ以外にまあ各ポジション DH を選んでいただいて、さらにその打順も、打順難しいよね。なので、まあ、今回イチローさんがまたその打順をもちろんポジションを決めるっていう、うんうん、よりこうイチローさんのこう野球脳というか、はい、そういう感覚のところに迫るということで、うん、我々は非常に楽しみにしてるんですけど、どっちから決めるんですか？守備位置の中でこう決めてったのか今回、それともこう打線、打順のつながりとか、いや、どっちにバランスを、実はまだ決まってない。今日の収録長くなる可能性があるんでね。はい、まだ決まってないけど、ピッチャー3人だからね、先発型が多いでしょう、だからまあそのピッチャーも3人、抑えとか中継ぎとか関係なく、はい、そういう風に選ぼうかなと思ってます。なるほど。そうするともう3人はなんか出てくるんだよ、ね、お、じゃあピッチャーからいきましょうか、はい、これってね、当時を思い出して当時の状態で僕が選ぶ、もちろんです、もちろんです、という。じゃあまず1人目ピッチャー、はい、岩隈久志。はあ、そうですか、はい、決勝岩隈さんでしたよね、2009。そうです。この時の岩隈はもう相手はもうどうしようもなかったので、僕はこの時は2009は岩隈だと。おお、うん、まあ、それぐらいその予選も含めて圧巻の投球をずっとしていました。だったね。膝より高くいかないから、ライトから見てる雰囲気では、まあ、球の質とか全然違うと思うけど、膝より上に来ないという意味でティム・ハドソン、あの時の岩隈よりいいピッチャー思い浮かばないぐらい、わびっくりした。じゃあここで、ね、一番、まあ、チームメート、まあもちろんチームメートね、マリナーズでも。さあでは2人目の投手、こっから2人しか選べないって今度難しくないですか？そうだね、4人だったらな。じゃあ2人目、はい、渡辺俊介。おお、一郎さん、ドラフトを見てる人の気持ち、もてあそぶの口すぎませんか？ただそれもすっごく分かります。分かるよね。分かります、もちろん分かります。やっぱりその渡辺投手を選ばれた理由にはそのアンダースローっていう特徴みたいなところがあるんですか？もちろんです。でこの当時、もう渡辺俊介いなかったら、まあ、僕ら勝てなかったんじゃないかっていう感触あるんで。大活躍でしたもんね、もう安心感半端なかったね。うん、実際にイチローさん対戦はしてはないですよね、オリックス時代に。対戦してないです。そうですよね。見てないけど、あのタイプが嫌がる、左バッターも嫌なんです、あれは。あ、そうなんですか。あのタイプって実は普通ボールこうやって追うんだけど、一回離して待つっていう感触がないとこのピッチャー打てないですよ。そうです。それに翻弄されてるのがよく分かったから、渡辺俊介。そうなるとですね、ますますもう一人の行方が。これ難しいな。いや、それ松坂大輔入れたいに決まってるし、そダルだってもちろんね、入れたい。田中はあの当時まだ行く前だもんね。そうですね、はい、あの後からだからね、田中は。
この流れで本当は選びたい、うん、普通に活躍してくれてたら選びたいのは小松なんですよ、うんうん、ただあの時良くなかったんですよ。そうなんですよね、うん、結果出なかった、うん、だからそういう理由で。それでは3人目投手お願いします。松坂大輔です。それはやっぱりね、キューバ戦での投球は、うん、この2人はとは違うね、もう日の丸背負ってるっていうのが大輔からはもうにじみ出てた。2009年キャンプが始まる前に東京で大輔と会う機会、まあ、を作って、ピッチャーは大輔が引っ張ってくれと、野手は俺がやるからっていう、まあ、2人でご飯食べながら話したんだけど、そういう、まあ、僕の個人的な強い思いもあって、まあ、それは当時大輔しかできなかったんで、もう頼むぞって言って、で神戸で一緒に練習する機会を作ったんですよ。でそしたら神戸のホテルで大輔がボストンのユニフォーム着て現れたっていう。そのオチなんすか。いや気持ちいいし、だけど、うん、ホテルの正面でね、うん、ボストンのユニフォームはねえだろうって思ったんだけど、当時僕は、うん、大輔がちょっとかかってるっていう表現をしてるんだけど、 あれ見た時にまあ嬉しかったんだけど、うん、ちょっと俺と関わらないでくれっていう。ちょっと一郎さん、ちょっと巻き戻して、松坂投手に投手陣引っ張ってくれる、うん、野手は僕がみたいなのがやっぱあったんですね、うんうん、ありました、はい、じゃあ松坂投手、いや、いいっすね、いいよね。いや、そうね、この2回2006と9を象徴するピッチャーという感じだね。では捕手1人、そのバッテリー、まあ、実際に組んでる組んでない2006、9は置いておいて、はい、イチローさんのそのベストナインで、はい、もし任せるとしたら1人だけ、うんうん、これは城島健司でしょうね。あ、イチローセレクションに続きやはり城島さん、はい、僕らはやっぱりアメリカに勝ちたいっていう思いが強くて、2006はまあ悔しい負け方して優勝したけどアメリカには勝ってないんですよ、うん、で2009年の大会は準決勝でアメリカと対戦して、まあ、勝って決勝で韓国とやるわけですけど、アメリカのイメージをした時にやっぱりこうメジャーのそうそうたるメンバーが打席立ってくる、その時に後ろに城島がいるのと、その経験がないキャッチャーとでは相手もそれは嫌だし、僕ら守ってる側も安心感あるんだよね。なるほどね。おほほほほ。いいですね、この絵が。次、まずそもそもどういうふうに決めていくのかっていう、その決め方にも興味が。そうね、僕ね、うん、点はなかなか取れないけど、うん、守備で負けたくない、それはポイントになるね。なるほど、うん、となるといわゆるこうセンターラインみたいなところ、それで言うとファーストがすごく困る、出てこないね、ファースト。そうね、守備と考えればガッツが入ってくる。DH も迷うんだよね。あ、でそれは、ね、DH との兼ね合いで迷われるってことですか。まあ本当は内川を入れたい、うん、内川はファーストか DH でもいい、うんうん、内川さん、我々ファンの印象はやっぱりあのレフト線のあのキャッチになるんですけど、うん、やっぱりファーストっていう感じ。いや、あのプレーは二度とできないんですから。あれは内野手だからできるんですよ。外野手はあのプレーできないです。要するに怖くてトライできないというか、リスクを負えん、あれ、そう、チャレンジがなかなか、はい、怖いです、うん、となると今ファーストは小笠原さん、内川さんで DH も兼ねて。そうね、もう必ず入れたいのは西岡。じゃあ先に西岡さん、これはもうショートで決まりじゃない。第1回大会だけだけど、まあセンスいいし全部できるし、まあ守備もちろんそう、打つのも、うん、もう左右スイッチいったでしょ、うん、で体はそんな大きくないけど、まあツボにくればポンとね、大きいの持てるし、率もいけるし、スピードも全部持ってました。はい、おお、まずこのキャッチャーの次にショート西岡さんが決まると、うん、そして、うん、
中地入れたいね。おお。サードかセカンドかですよ。内野多分全部できる。こっちやっぱいいし、その守備で固めたいとはいえやっぱ点は取らなきゃいけないんで、うんうんうん、中地は入れたいですね、うん、岩村は入らないからあいつさあんなとこでさ盗塁しないでしょマジで10回の表の話というふうに理解してよろしい。そうですよ、まさしくそうですよ、はい、あの打席は、うん、僕はもちろん怖いし、うん、それまでの流れでマジかって、少なくとも川崎宗則がね、うん、まあ、何球か見せてくれると思ってたら、うん、初球をショートフライで僕準備する時間もなくて、うん、まあ、そういうことも含めて流れ悪いよなって思わされる打席、うんうん、でどうするかなって、うん、鳴らしながらねバッターボックス、敬遠だったら楽だなって思いながら、楽だな、それ楽でしょ、ここで僕が、いやそんな風になれないぐらい僕はだから、うん、そこまでの流れが悪かったわけですよ。あそこで僕が願ったのは、うん、1球目だけボール来てくれ、そうしたら僕が相当有利になる、頼む頼む頼む、ボールだったんですよ、うん、それでもう一気に僕の中でこう流れができて、でいつでもバットが振れる状態、1球目は振りたくなかったんですよ、1球見た後はもう、はい、もうその前の打席も相手はイムだったんで、うん、その軌道は特にまっすぐの軌道は頭にもインプットされてるし、まあ、そうやって始まっていったんですよ、うん、その時はもう僕がこれを決めるって、うん、なんか強い思いスイッチ入ってるから、うん、もういらんことしてほしくないんですよでそれで今岩村がパーってマジかと思って、うん、そしたら相手は歩かす理由も、まあ、できるでしょう、はい、もうとにかく、まあ、表とはいえ、うん、1点を失いたくない状況で、うん、1・3塁だった塁が2・3塁になって、うん、1塁ベースは空いているという状態だ、うん、だから僕はもうそういうモードになってるから、そこでの敬遠はもういらないわけですよ。でもまあキャッチャー座ってるから、うん、ああまあよしよしと。それで6球目がスライダーでファールしてるのかな、しかもなんかものすごいもうよくファール当たったなっていう、あれをファールに、まあ結果ファールなんですけど、あの球も僕ヒットにできる感触があるんですよ。え、もうだってワンバウンド近かったです。まあワンバウンドでもう当たりそうな球なんですけど、僕はあれをヒットにできるんですよ。ライト線に、ライト線ダブルのイメージができるんですよ。へえ。でもまあファールになった、うん、でもあの球ファールされたら、うん、まあ、ピッチャーキャッチャーたまんない。そうですよね。でそれは分かる。で僕はあのファールで、まあ、勝ったと思います。その後はどの球であってもストライクゾーンに来ればかなり高い確率でヒットが生まれるっていう感触はもう持ってたんですよね。あれで決まってるんですよ勝負。そういうその打席に入る直前からあのセンター前までのいろんなこうイチローさんの心の動き、はい、まあ、投手との駆け引きであったり、うん、あったんですね。そうです。だからまあこれはこうなるね今誰取り出すのかなと思ったらまあまあその後でバンフレーですよ。でまあ打った後センター前、うん、あこれ抜けた、あ2点確定だ、でセンターはまあ間違いなくホーム投げるだろう。走りながらもう一塁向かう時に僕はどう振る舞うべきかって考えながら二塁に行くわけです。もうそういうところあるからね僕。そこで興奮したらダメ。だから僕があの時決めてたことはまず全日本のダグアウトは見ちゃダメだ。答えなきゃいけなくなるから。だから見ない。お、三塁側のベンチを見ない。はい。で。いつも通りに振る舞うことがおそらく相手も悔しいだろうなって、まあ走りながら考えてるわけですよでこうアームガード外して横田さんを出してもういつも通りしてるはずです。ただそれは飛び上がるほど嬉しかったし、そう嬉しい、もちろんもちろんそれは抑えてるだけだから、それは見せるか見せないかという話で、別にその気持ちがないわけじゃないじゃないですか、そんなのあるに決まってるんだけど、
僕 WBC2 回出場しましたけど、あの時にあイチローってこんな感情的になるんだってね当時思った方たくさんいらっしゃると思うんですけど、はいはい、あの大会で僕が決めてたことは、自分のプレーでは感情は見せない、でも人のプレーはもう全力でその喜ぶし応援するし、それを決めてたんですよ。だからまあ普段はね、そのチームメイトの、ね、活躍でもそんな大きく感情を見せることはないけど、でもこの大会はやっぱりそう、まあ、そうしたくなったし、まあ、それで盛り上がってくれるっていうのもきっと2006年は初めての大会だったからね、やっぱりこう盛り上げなきゃこの大会がこう育っていかないというのもあったんで、うん、そうですね、本当に当時多くの方がまあイチローさんはあんまり感情出さない、うんね、すごく自分にも厳しいしとかっていう感じだったのがすごくこうね喜怒哀楽見えてたので、でも自分のプレーでは絶対感情見せてないはずですよ。いやちょっと濃密なセンター前ヒットの時のお話で、中島選手サードにすると、はい、セカンドどうなんですか。セカンドがね、うん、この選手結構好きなんだよね。セカンドね、うん、片岡康之。相手がとにかくギアがある選手、派手な選手じゃないんだけど、このスピードがこの中にあるのは、まあ、脅威ですよね。で何でもできる、守備もちろんうまいし、うん、速いし、で打つ方もあの何だってできる。これは厄介ですよ。この内野3人めちゃ厄介です。相手見た目 は、ね、あの派手なタイプなんだけど選手としては職人派だっていうか、そういうところが僕は好きですね。内野じゃああともう一人ファースト、これがね内川にするのか、必ずこその内川はどっかに入る、まあ、行きましょう、はい、内川さんはどっかに入る。外野手一人選びましょうか。お外野も豊富、この人入れたいね。うーんセンターだろうな。ほうそうですね、福留選手、はい、思い出されるのはやっぱあの代打ホームランなんですけど、はい、もちろん、まあ、イチローさんはね代打で出てきたことこの大会に関してはなかったですけど、うん、あそこでホームラン打つって、うん、なんかこうすごくないですか。あのホームランはね、うん、確かにもう緊迫した、うん、そうだね、あの1点で勝ったとまでは言わないけど、ほとんど勝ちって思えた、うん、あの康介のホームランは勇気づけられたね。でそれまでそこで代打で出てるということは康介苦しんでたはずなんです。そうですだからまあその采配もすごいなと思う。だからこその福留康介だったんだと思うんだよね。それであんだけ思いっきりバット振ってね、ある種こうずっと苦しんできた中でみたいなこう強い気持ちの現れの一打だったのかもしれないですよね。あ、まあ、その話は康介としたことはないけど、ああいう場面で自分が、まあ、うまくいってない重たい空気の中で代打で打席立って、それでも自分をこれまでの自分を信じて打席に立ったのか、それともどちらかといえば開き直ったのか、そこって大きな違いが、まあ、あると僕は思うので、そこを康介に聞いてみたいんだけど、開き直るっていうのは嫌いで。イチローさんもその2009年大会は非常にもう結果がなかなか出なくて苦しんで、はい、うん、そうするとよりどころになったのっていうのは何だったんですか。責任感ですか、それともこれまでの自分の実績というか。まあこれまで自分が積み上げてきた、でこれまでももちろん苦しんできた、ね、その瞬間はたくさんあったわけで、僕は開き直るってことをしたことがないんですよ。それで出る結果はなんかそれこそその次の後の自分になんか生きないというか、それが根底にあるんで。2006年もでも僕は東京ラウンドでも全然ダメで、でアメリカ行ってあの最初はね PB からのホームランで、まあ、それでゴーンとこう空気が変わったんですけど、あれも開き直ってなんか一切ないですからね。守備だけ考えたら、まあ、福留孝介、センター、うん、例
ただ青木のこれも欲しいっていうのもあって、青木のセンターは絶対いないですよ。これは本当に聞いてて気持ちがいいです。なるほどね、うん、青木のセンターはないですね、うん、決勝のイレホが代打で出てきて、はい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 、センターフライ打つんだけど、うん、あの時、まあ、青木取るんだけど、僕ライトから横から見てるでしょ、もう不安すぎて青木の動きが、僕ライトにいるのに最後こうなったからね。こうやってたんですよ。いやって、もうそれぐらいもうあの打球も怖かったです。うん、青木のセンターだし。でも内川さんどうするんだ問題とか、ここでしょ、あレフト青木、はあ、いやでもいい外野ですね、うん、左、まあ、この後打線の話になりますけど、うん、まああんまそういうのは気にされない、ただまあここに右、そうですね、うん、でまあスイッチだけど西岡はで、そこに内川が入ってきてとなると、ファーストとあとは DH と、だからガッツをファーストで内川 DH か、まあでもここの人だね、はあ、うん、あのすごく気持ちのある選手なんで、ここっていう時はなんかやってくれそうな、そこが迷う時にそれが基準になるね、どちらがそのやっぱ思いが強いか、日本代表としての、まあ、それをイチローさんがこの日大会で感じられたかっていうことで、そうだね、だから DH が内川となります、はい、じゃあイチローさん投手3人、はい、それから DH を含む選手9人決まりました、はい、そしてイチローオーダーラインナップということですので打順ですよ、打順ね、はい、打順これは難しいよな、これもなんかイチローさんが打順を決めるのを見たことはおそらく誰もない。神戸智弁はどうやって決めてるんですか。あ、神戸智弁は確かに僕が決めてる。あ、そうなんですよ、ね、うん、まあ、僕が9、5固定で、まあ、うん、となると今回も、うん、なんか固定はあります、まず固定はこれでしょうね、ほう、イチローさん、これイチローです、はい、もちろん、いや、一番はですね、これはちょっと僕は言いづらいけど、一番はそのチームの顔で、それに僕はなりたいと、まあ、思ってきたし、順番の方が確かに決めますよ。西岡2番したね。嫌ですね、この 1,2 番。すぐ1点取られそうな感じが。そして、3番候補多いですよね。そうだね。まあ、でもこの時の状態なら、この人でしょう。イチロー、西岡、青木と、こう並んできて、そして迎える4番バッター、ジョーがまだアメリカでプレーしてなかったらジョー自慢なんですよ、ほう、でも2009はもうすでに知られている存在だったので、ジョーは4番には入れません、まあこの人でしょうね、内川選手、うん、4番にこう求めるもの、まあ、一般的にはなんかこう長打力みたいなものになるイメージなんですけど、イチローさんは、いや、このチームにおいて全然もう点が入らないとまあ勝てないんで、うんうんうん、だって誰か出るでしょこれ、うんうん、それで内川は相手はたまんないでしょ、それでしかも外国でプレーしてないんで知らないですよ、内川ってなりますね。内川誰ってなるでしょ。で、こんなすごい選手がもう4番、うん、ね、ジョーがいて、コウスケもいるのに全然知らない内川ってのが4番打って、うん、で、うまいと、福留コウスケ、城島健二いるのにそれを差し置いてっていうことなわけですね、知られてない方が気味が悪いわけですよ、相手としたら、ここにもしね、アメリカでプレーしてる選手ばっかだったら、ああ、この程度かってなりますから、うんうん、だから気味悪さがね、不気味さがないんですよ、このアメリカメジャーに来てる選手を差し置いての4番、うん、そうです、ふさわしいと思います、じゃあその後を打つ5番、6番悩まれたのは誰ととかってあります？福留孝介と迷いました、
まあ、同じ左バッターで、はい、率も残せて長打中打も打てると、はい、まあ、コウスケがアメリカでやってなかったら入ってるかもしれない、ね、そういうことなわけですね、やはりね、うん、そうね、この後、うん、ここはまだ難しいな、あ、でもここはここで固定6番に来るものと勝手に思い込んでって思ったんですけど、うん、まあなんとなくタイプ的にね、はい、やはりこれ912っていうこの3名も、そうそう、そうなの、この人1番、片岡1番と捉えることもできるんで、で片岡走ったら僕は絶対に振らないですから、ワンストライクの後だって振らないですから、そういう野球がこうできますね。なるほど、さあ、うん、ここからまあでもここか、まあ、もちろんこの時はまだ2009年はライオンズに、あ、そうです、グランドにはまだ行ってない、そうです、はい、これ知られてないことが理由だったのか、それとも右左みたい、右左みたいなのを考えます、まあ、これはあの右左のバランス考えてます。ここ難しいな、ジョーのスピードのなさが気になるしょうがないよね、でもそれはやっぱ全部キャッチャーに求めるわけにいかないから悩むね、するか、まあ、8番でもしジョーが始まると全然進んでくれないから、ジョーがなるほどねこの辺りとはジョーはなるべく関わらないっていう、なるほど、考え方ですね。やっぱりそんなにホームランなんか出なくて走塁とかも含めてどうやって1点取っていくか、うん、もちろんです。どうでしょうか、このラインナップ。すごく僕はワクワクというか、あ、懐かしいというか。イチローさんどうですか、このラインナップ改めて見て。仕事人が集まってると思いますね。野球やってくれる気がします、まあ、今回そのプロスピエースにその WBC2009 の選手たちが出てくるということで、まあ、それを記念してのまあこういうですね、はい、本当に初めての企画やっていただいて、まあ、実際にこれから3月には WBC が開催される、はい、その6年9年日の丸を背負ってっていう体験をしたんですけど、はい、簡単には振り返られるのかもしれないけど、どういう感じでした、うん、日の丸を背負って戦うとは。オリンピックは何回か僕がプロになってからもあったんですよ。僕はオリンピックにはどれだけ声をかけられても、まあ、出ることなかった。その理由はオリンピックで金メダル世界一であるべきだと僕は思っているので、でも残念ながら野球で金メダルを取ってもそれは世界一ではない。その大会に僕は出る気持ちがない。でも本当に世界一を決める大会なら僕は喜んで出ると、まあ、当時からそれを言ってたんです。でそしたら2006年のターニングで、まあもちろん初めての大会だからね、どうなるかもちろん分からない手探りの状態だったけれども、でもメンバー見たら実は当時からすごいメンバー出てて、アメリカなんかもとんでもないメンバーなんです、実は。まあタイミングの難しさとかもちろんあるんだけど、でもそこにまあ迷いはなかった。でまあ将来を見据えた時にそのこの大会がまあ育っていってほしい、まあ続いていってほしいとまあ当然考えていたので、まあ、当初僕はインタビューとかあの答えてる中で、まあ、積極的な発言というかすごく前向きな発言をしてると思うんですけど、はい、まあ、それはそういう理由で、で、まあ、世界のチームがどうなるかは分からないけど、少なくとも日本ではやっぱ盛り上げたいなって、もし僕らが勝てば少なくとも日本国内は盛り上がると思ったので、ただなかなかね、特にアメリカのメンバーを見た時にこれはなかなか難しいと思ったけど、でもそういう思いがあったから、でもまあ運よく、ね、メキシコがアメリカに勝ち、まあ、そういうことも含めて、まあ、ストーリーができて世界一になって、それは1回だけじゃない、ね、なかなか、しかも完全に勝ったわけじゃなかったから、2009年の大会は当然大事にしてたし、まあ、そこにはもっと迷いがなかったし、ただやっぱりこう負担がかかったし胃に穴も開くわなって、改めてこう WBC とかこう日の丸というか
その日本を代表して戦うというところのね重さとかも分かりましたし、なんか本当あの頃の興奮がちょっと蘇ってきました。いやこの選手たちみんなそれ持ってると思いますよ。コナミ